こんにちは、カーピです。ベスト9タイトルホルダー第3弾がやってきました。第2弾ではカープの選手が1人も出てくれなかったんですよね。それなんで当チャンネルにとっては待ちに待った第3弾ということになります。今回は第3弾の12選手全体を見渡してからガチャを60連引いていきたいと思います。はい、まずはこの人ですね、鈴木誠也選手です。ここは第3弾の大当たり枠と言っていいでしょう。ひょっとしたら一番人気かもしれませんね。続いては菊池選手ですね。誠也と比べて写真がめっちゃ小さいような気がするのは気のせいでしょうか。僕はもちろんここは狙っていくんですけども、12球団やってる方なんかにとっては総力型なのはネックになるでしょうね。はい、次行きましょう。はい、中日からは高橋周平選手が登場してますね。今回はミートが78まで上がってますから、ミート A を狙いやすくなってますね。はい、ヤクルトからは村上選手が登場しました。こちらは完全パー型ですね。タイトルホルダー版は総力が B に乗ってますね。村上選手でいいのはここですよね。広角打法持ちですね。自走車するにおいても使い勝手は良さそうですね。はい、次、西武からは森選手が登場しますね。こちらは現役最強クラスのキャッチャーでしょう。ミート A のキャッチャーが欲しかったら森選手、ミートパワーどっちが欲しければ相澤選手っていう感じでしょうかね。はい、続いては千賀選手ですね。ここも当たり枠でしょう。球威型で球威スタミナ両方 A、 そして7球種持ちですね。リアタイでも猛威を振るってるみたいですね。リアタイでもリゴーダでも、両方で重宝するでしょう。続いてはデスパイネ選手ですね。こちらは完全パー型ですね。完全パー型であれば村上選手の方がおすすめできるかもしれません。走力も高いですし、広角打法を持ってますからね。次は内川選手ですね。ここはミート73でパーが72と、ミートパー同値を狙いやすいですね。守備も上手でいいんですけども、特殊能力はちょっときついかなと思いますね。対左投手20丸、ここはコンボは組みにくいでしょう。続いて松井選手ですね。完全球型で球威 A と、中継ぎができるのもいいですね。球種は5つ、リリーフでは9大点でしょう。続いて山岡投手ですね。球威制球同値もしくは球威 A、 どちらも狙うことができますね。そして球種が9種類あると、ここが山岡選手の最大のストロングポイントでしょう。超変幻自在を狙うんだったらここはぜひ欲しい選手になるでしょうね。次は丸選手ですね。ここも大当たり枠ですね。ミートパワー A 同値、個人的にもちょっと欲しいですね。アニバの丸選手、今も使うことがあるんですけども、このスピ解放後の限界突破に使ってもいいなと思ってます。はい、続いては梅野選手ですね。今回のキャッチャー2人目ですね。パワー総力同値になりますね。守備においては元気選手でも屈指ということができるでしょう。はい、以上の12選手ですね。噂されていた原口選手なんですけども、さすがに今回は出てこなかったですね。もし出てたらキャッチャーが3人になりますからね。さすがに出てこなかったなというところですね。はい、今回のガチャ、カープ純正的には結構大変なガチャになりますね。鈴木誠也選手と菊池選手と2人とも取らないといけません。どちらかは自力でいきたいですね。今回もこのベスト9タイトルホルダー第3弾ミキサー実装されてはいるんですが、2人ともミキサーはマジきついですね。 S12 枚はさすがにきついということで、せめて片方は自力をしたいなというところです。これが今のリーグオーダーになります。鈴木選手と菊池選手と2人とも取ることができればスピリッツ200アップですね。 A ランク素材もいっぱいありますから、取れたら称号も付け放題です。それではガチャやっていきましょう。今回は60連引いていきます。もしですけども、鈴木誠也選手と菊池選手両方出たらその時点で終了です。では行きましょう。まあさすがに誠也と菊池両方この60連で引けるとはちょっと思えないところはありますね。おお、いきなり確定、マジか。最近ちょっと運が向いてきたか。これは期待していきましょう。さあどこで来る、ここか。ドメさん、ドメさんか、なるほど。タイトルホルダー外していく。タイトルホルダーが 30% だったかな。まあさすがにしょうがないか。
枚目はないか。重信選手の A ランク。あとは、うわ違うか。A ランク、島本選手。ラストは、柳田選手の A ランク。なるほど。いやー、ベストナインを外してしまったんですけども、引き自体は悪くないですね。この S ランクはミキさんに使わせていただきましょう。はい、20連目いきます。お、今回も紙吹雪。今季はマジでガチャの確率死んでますからね。そろそろいい引きをさせてください。このみさん割れろ。おお、マジか、今回来てるな。いきなりか。おお、違った。榊原選手ですね。すごい字だ。おお、おお、ベストナイン引けたけど、高橋周平選手。なるほど。まあでも悪くない。おそらく一人はミキさんになると思っていますから、この S ランクは喜びましょう。ありがとうございます。さあ2枚目は来たか。マジ来た。おお、マジか。でもカップじゃなかった。なるほど、梅野選手。早速ミキサー弾が2枚溜まりました。これは悪くない。悪くないですよ。ラスト。ドメさん。なんだなんだ。なんだなんだ今回は。ドメさんに寄っているのか。ドメさんガチャなのか。次は30連目ですね。ここはベストナインタイトルホルダー第3弾。1人確定になります。さあ、ここで、聖夜かキプチ。どちらか1人当ててしまいましょう。1人当たったらだいぶ楽になりますからね。逆に1人も当たらないと地獄ですからね。ここで1人当てましょう。今回は12人ですからね。他の段よりはマシなはず。ここは最後だけか。最後だけでした。ベストナインタイトルホルダー第3弾。誰が引けるかお願いします。梅ちゃーん。30連で早速かぶるか。そうかそうか。まあまあまあ、そんなに甘くはないと思ってますよ。 S が引けてるだけよしとしましょう。はい、エナジー補充してきました。40連目いきましょう。ここからどうかな。結構 S 出ましたからね。ここからなんか渋くなりそうな予感がしますけども、さあどうでしょうか。あー、さすがに来ないか。それだったら絵をください。絵をください。絵も来ないか。ラストだけ。貝野選手。貝野選手心配ですね。右肘の靭帯損傷、去年1年フル回転でしたからね。しっかり直してほしいな。50連目いきます。さあ頼むぞ。今回の動画で1枚聖夜か菊池かどっちか引けてくれたら楽になる。頼む。来ないか。いや、エースなくても S が来るときはある。どうだ。まあさすがないか。内川選手。はい、ラスト。最後は誰だ。ロペス選手。なるほど、タイトルホルダーのファーストが2人引けました。2人ともミキサーかけちゃったな。特訓素材に使いましょう。はい、次は今回の動画のラスト60連目です。 S ランクベストナインタイトルホルダー1人確定お願いします。さあ今回の動画のラスト、ここで本当に1枚引きたいな。本当にハマっちゃったら何百連になるか分かんないですからね。マジで1枚来てくれ。しないの。まあいいか、結果が良ければ全て OK。 さあ大事な60連目、これは最後だけか。はい、ラストですね。ベストナインタイトルホルダー第3弾60連目 S ラン確定。誰が来るか、お願いします。千賀選手。
そうですか、聞かせてくれませんか。いや、12球団だったら大当たりだと思うんですけどもね。いや、残念ながらこれもミキさんのためになるかもしれません。はい、今回引けた S ランクを確認してみましょう。全部プレゼントボックスに入ってるんですが、こんな感じですね。5名さん、千賀選手、高橋選手、梅ちゃんと5枚 S ランクが引けて、うち4枚がタイトルホルダーと、ベスト9タイトルホルダーという結果になりました。まあ60連を引いてミキサー団が4枚手に入ったという意味では悪くない引きだったかもしれません。まあただこのうちのどれかで菊池か聖夜引きたかったですね。この後沼にはまらないように祈りましょう。はい、この後はまずはドリームキャラバンやろうと思います。このドリームキャラバンの報酬の中に、ここですね、10周目コンプリートすれば第3弾の S ランク契約書があります。これを引いてから追加ガチャやっていくことにしましょう。仮に累計で聖夜か菊池どちらか引けても、もう一人残りますからね。結局追加ガチャは必要ということになりますね。はい、この後はどんな展開が待ってるんでしょうね。サクッと神引きするか、もしくは泥沼にはまるか、ぜひまた見届けに来てもらえたら嬉しいです。はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画を閉じる前にポチッとグッドボタンを押してもらえたら僕のモチベーションが上がります。しゃあねえなという感じでぜひ押してもらえたら嬉しいです。チャンネル登録、ツイッターのフォローもぜひお願いします。ではまた。